頭の悪いリア充どもと慣れ合うなど、こっちから願い下げだ。やっぱりお前誰とも仲良くなる気ないだろ。おい、いたいた、よかった、もう帰ったかと思ったぜ。どうしたのじゃねえよ。最近付き合い悪いから心配してたんだぜ。まあいいや。それよりお花見とかしたくね？おう、クラスメートのみんなでさ。来年になったら違うクラスになっちまうかもしれないし。付き合ってられないな。そうか、まお前にも事情があるんだろうし、いいさ、また新学期に会おうぜ。そうだ、やっと分かってきたな。え、何が分かってきたっていうの？なんだと？実に残念です。な、人のプレーに文句をつけるのか？文句を言いたくもなるわよ。フラグをことごとく叩き折っておいて。その上、画面上の主人公はドロップアウト寸前。文句をつけるのがむしろ優しさよ。そんなことない。これから怒涛の快進撃が始まるのだ。このままあんたに任せてたら主人公が不憫すぎるわ。だとしても問題はあるまい。こいつは私の分身なのだ。ああもう、コントローラー貸しなさいよ。私が真っ当な道に引き戻してあげる。だ、待て、セナ先輩。何よ。いくらセナ先輩でもここから巻き返しを図るのは不可能に近いかと。それは確かに。そこまでなのか。リカがプレイ用ならリセットレベルです。こうなってしまったからには小高、あとは任せたぞ。え、俺？早くしろ、次のシーンが始まるぞ。さすが夜空先輩、見事な押し付けです。え、本当に俺がプレイすんの？当たり前だ。いや、俺以外に敵人が。クックック、我がそのような時期にうつつを抜かすと思うてか。お兄ちゃんも一緒にお菓子食べるのか？っていうか雪村、いつからいたんだ？お楽しみの邪魔にならないよう息を潜めておりました。いないだろ。そうだ、ちょっと待ちなさいよ、ここは私が。小高、貴様の手でこの主人公がまだ青春真っ只中だということを証明してみせろ。キラスクの新作を前にして指を加えてるしかないなんて。